長持工事。小町通り側から東堀通り方を望む。長持工事は、新潟市中央区の市道。古町通と東堀通りを結ぶ。東堀通りと上大川前通りを結ぶ。極市谷工事と合わせ、横一番町通りとも。長持とは運送業者のことで、明治期に長持が多く住んでいたことからこの名がついた。江戸期には小揚げが多く住み。 小揚げの駒口が並んでいたことから、小揚げ工事と呼ばれていた。当時の新潟町では、工事と呼ばれる道路は、基本的に商店や屋敷の表間口が構えられることはなく、通りと呼ばれる道路を結ぶ連絡通路でしかなかった。しかし、小揚げ工事、熊谷工事など何本かの工事は、例外的に商店や屋敷の表間口が並んでいた。明治五年の住所改正によって、 小揚げ工事は極子屋工事とともに横一番長通りとなった。県令、楠本正隆が行った住所改正は通り屋工事、堀の名前を単純化するものであった。例えば、町と品の川を結ぶ横堀は上手の白山堀から順に番号が振られ、一番堀から五番堀に町を従環するようにあった寺町堀と片原堀は、 それぞれ、西堀と東堀といった具合である。小揚げ工事のような表間口が並ぶ工事は、横丁と名付けられ、上手の横一番丁通りから順に横七番丁通りまで改められた。しかし結果的に改名された名は、住人の間で馴染むことはなく、横七番丁通りのように改名後の名がそのまま定着した例は、ごくわずかである。ありがとうございます。